アマーリエルイーゼフォン・アーレンベルクは、ドイツ・ベルギー系の上級貴族アーレンベルク公爵家の公女で、バイエルン公、ピエス・アウグストの妻。フランス語名は、アメリー・ルイーズ・ダランベール。アーレンベルク公、シャルル・マリー・レーモンの4男ルイ・マリー・ウジェーヌと、その最初の妻マリー・ド・マイ・エル・バンプレの間の一人娘として生まれた。1807年5月26日に、ブルッセルにおいて、 バイエルン公爵家の父シシピウス・アウグストと結婚し、一人息子のマクシミリアン・ヨーゼフを設けた。夫妻はバンベルクに今日構えた。夫のピウス・アウグストの乱暴な底があまりに目に余るため、本家筋のバイエルン王マクシミリアン一世は1817年にマックス・ヨーゼフを父親から引き離すため、ミュンヘンの寄宿学校に入れた。アマーリエが1823年に創生するまでに、 一人息子と会うことを許されたのは一度だけだった。アマーリエの遺外は、テーゲルン勢城内の母病に葬られた。アマーリエの死後、ピュース・アウグストは、完全に公的生活から引退して暮らした。ありがとうございます。